どうもこんにちは。今回はですね、ここの窓、一番後ろの窓ですね、ここに目隠し、これをね作っていこうかなと思います。45×54 というサイズみたいなので、とりあえずねこの形を切り出そうと思います。この四角いサイズに切り出しました。端っこね丸めて合わせようと思ってたんですが、これね意外とねこうやると挟めることが分かりました。挟めることが分かったので、こことここねこう斜めにカットしちゃえばうまくねはまってくれるんじゃないかなと思います。それで済むんだったらそれが一番簡単なので、ちょっとねそれをやってみたいなと思います。どれぐらいだろう、まあこの辺でカットかな、こっちもまあこの辺でカットしちゃいましょうか。こんな感じで角をカットしました。これで入るかな。これで入ればね、もう本当すごい面倒くさそうだったんですけど、終わりますけどね。これでもうちょっとで OK だ。これこの辺からここまっすぐカットして、いや OK かな。ちょっと一回これでやってみましょう。はい、じゃあねもう一回カットしてきましたんでやってみましょう。お、いいですね、収まりますね。外すときも結構外しやすいかも。これね結構大掛かりな作業になると思ってたんですが、もうこれで終わるんだったらこれで終わってもいいなと思うので、今度はねこの裏側に、また100均のアルミマットを貼って、この辺をね外しやすいようにちょっとテープをつけようかなと思います。